参入9年目にして悲願の J1 昇格を決めた徳島ヴォルティス。の瞬間をサポーターは息を呑んで見守りました。12月8日国立競技場で行われる決勝戦を共に応援しようと、ナルトポカリスエットスタジアムには2200人のサポーターが詰めかけました。青いユニフォームに身を包んだサポーターは試合前から選手たちにエールを送り続けます。序盤、相手ペースで進む試合をサポーターは祈るような表情で見つめます。なかなかシュートが打てないヴォルティスを心配そうに見守る中、前半39分、塩田田選手がヘディングシュートを叩き込むと、スタジアムは一気に沸き上がりました。さらに4分後、エース津田選手がダイレクトシュートを決めると、スタジアムはさらにヒートアップします。前半を2対0で終えると、サポーターは抑えきれない興奮で盛り上がります。いやー、ね、得点するまで見られたんで、すごい嬉しいですね。津田選手、個人的に期待してたんで、点取れて嬉しいです。後半、もう1点いって、J1 行きましょう。もう私今から仕事行かなきゃダメなんで、ここでもう大別れですけど、もう仕事先で頑張って応援してます。昨日の夜から勝ち師が相当少ないんで、もう泣きそうになってたので、もう今日予定通り、はい、あの前半でちょっと行きましたけど、昨日の想定内に相当通りです。残りあと45分です。はい、もう前半行くしかないです。はい、応援しよう。待ち続けた J1 昇格まで残り45分、後半、心は一つ、ホームポカリスエットスタジアムで誰もが勝利を信じ祈ります。ジャンプ、手拍子、声を枯らしながらの力強い応援で会場は一つに。そして長かった試合終了のホイッスルが鳴ると、スタジアムは大歓声に包まれました。2年前に果たせなかった J1 昇格、あの時流した涙とは全く違う嬉し涙がサポーターの目から溢れ出します。昇格を決めた翌日、徳島グランビリオホテルでシーズン終了謝恩会と J1 昇格報告会が行われました。
皆さんこんばんは。やったぞー。1年間キャプテンとしてチームを率いた斉藤選手は壇上でその喜びを爆発させました。来年は J1 という舞台で徳島らしいサッカーをして J1 でも通用するように日々努力を重ね、今まで以上に結果を出せるようにチーム一丸となって戦っていきたいと思います。皆様方には今まで以上に熱いご声援、ご支援、ご協力よろしくお願いいたします。乾杯。徳島ヴォルティス四国初の J1 昇格おめでとうございます。そうですね、まあ、自分たちの形っていうのもあるし、あの後ろがしっかり体張って守ってくれていた分ね、僕らがあのゴール取るっていうふうにあの試合前にみんなで、ね、こう話し合ってたんで、あの本当に前半のうちに2点取れたのと、まあ、僕が取ったっていうことであのチームも乗ったっていうのも感じるし、あの本当にチームみんなで勝ち取った勝利だと思うし、昇格だと思ってます。来シーズン本当に厳しい戦いになると思うんで、まずは本当に残留目指して、頑張りたいと思いますので、皆さん、一緒に頑張りましょう。まあ、正直皆さんが期待しているような面白いサッカーが、ね、できると言われればそんなに甘いところじゃないので、全然足らない部分の方がほぼほとんどだと思うので、まあ、そこは皆さんにも理解してもらった上でまあ、いろんな新しい選手が他のいろんなチームが来たり有名な選手も来るので、まあ、そういったところの部分も徳島の皆さんが楽しんでいただければ僕はもうそれで満足です。はい。まあ、来年皆さん、会場に足を運んでいただいて、サッカーの面白さをぜひ味わっていただきたいと思います。よろしくお願いします。